てるんですけども、あの両サイドをもうしっかり切ってですね、今今年やってるんですけど、今ではそんなに切らなかったんですけど、はっきり切ってですね、どっちがいいのか、うん、切らない方がいいとは言われるんですけど、はい、まあ、あのやっぱり腐りやすいっていうところがあるんですけど、うん、まあ、体調は今そっちの方が売ってるのを見ると綺麗じゃないですか。綺麗ですね。絶対洗ってなんか処理してるよね。そうですね、洗ってますね。まあ、処理してるのかもあるまでは僕も乾燥させてるのかな、なんでそんな持つんだろう。でもやっぱりまだ土ついたまま保存した方が僕はいいと思うんですけど。そうだよね、はい、売ってるものそういかんから、売ってる市販のやつ全部綺麗だから、もう洗わなくて普通にもう焼けますから、ちょっと僕はあんなに綺麗には、多分ブラシでもなかなかやれないと思うんで、うん、なんかでもすごい綺麗だ。そう、そう、僕もたわしでこすってもそれ、ね、傷つくもん傷つきますけど、はい、たわしでやっても多分やれば何とかやれるやなんですから、でもそれだけ機械じゃなかなかやっぱ洗えない。高速の水かなんかでバーッてやったら多分そうだと思います。圧力で、そうです、圧力ですよね、うん、基本的には何でも野菜は圧力で洗いますけど、うんうん、はい、さつまいもでもやっぱいびつですから、しっかり洗えるのかなっていうところはやっぱり、なんかの教師がどうかやってると思う。